program is the Miwok of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wong. Moek Out TV.集まるようになったんだ。いやなんかやっぱゾロ目が強いってさ、ゾロ目の日の末尾ゾロがもうガチガチ中のガチガチ末尾ゾロ、ケツゾロ。まああくまでもメイン機種のお店やからね。あけどそういうので言うとやっぱシーズンですかね。あ硬いね。期待したいじゃないですか。まだ閉店まで。何この機械。どういうこと？出るまでわかりませんってやつ？初めてのタイプ。どうしよう、絆行くわ。いや、いいけど。それだろ。いいよいいよ、行ってき。勝たないな、最近。勝った。買って。やばいね。逆に言えばよ。これね、焦りすぎない方がいいよ。いやいや、ここはね、だから、ケツゾロ行くか。ケツゾロ行ったらいいよ。バラのケツゾロ行くか。3とか。メインのケツゾロが一番硬いよね、けど。絆とか番長とか。まあ、絆は無理だ。いや、もう22だけど。2台ぐらいしかないから1機種で多くても、ね、確実絆を狙うならありけど、まあ、ケツを狙うならああそういうことね。そうやね、絆っていう機種で考えたらってけど、うん、そうそうそうやね。そうだけ言うけどケツゾロじゃないと入んない気がするんだよね、うん、で行ったがいいと思う。だからそのこだわりをもう捨てない方がいいと思う。最初から言ってたからケツゾロだよ、うん、やろ、うん、もう機種に持ってかれるようなことはせんほうがいい。そう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 、それケツゾロっていうので番号が若いけんメインのケツゾロも探しやすくなったねぐらいの感覚がいい。そう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 、それは間違いないと思う。そうやね、そうするわ。だからもう外線でも行くわ。あ、そうやね。俺ちょっと今日スプラのフェスがあるんで。まあ稼いでくるわ。稼いでくる。うん、稼いでくる。まあ、22番ということで、まあ、強いんで、でケツゾロが強いという情報は仕入れてたんですけど、やっぱ何回も水のケツゾロは空いてなかったし、そこからやっぱ番長見て、他の人見てたら、もう多分全然取れないと思ったんで、だけど一応カード、カードない、はい、うん、まあ、最近ちょっと負け込んでるんで、今日ですね、その分も減らしたい。だから本当はケツゾロを探した方が良かったのかもしれんけどね。はい、暑いですね。あ、当たったの。はい、268ゲーム投資額1000円、マジリックチャンス確定。えらい中、まあ、お見事です。マジリックチャンス、さすがに今日は点々が浮かせる。
やっと入ったんですよ。4回目やっぱね、単発少ないって言いますから、もう先生は、そうそうそう、頑張っていきましょうね。ドラメって言って入ったのに、なんで絆のカード。しかも聖夜も良さそう。ドラメはやっぱ間違いないっぽい。やってもうた、マジでやってもうた。もうダメだ、BT 当たるまで追ってダメやったらソフトオンデマンド打って帰るわ。おお、司令塔の神様や。断りしかと見よ。健全ボイスなんで当たりです。BT 確定です。これはやめていいですか。やめていいですか。次の BC とか見ない。そういうのない。やば。56分の1。もうよ、もう3年前ぐらい出てんの。おかしいおかしい。見せ場へ込んでますよ。まだ分からんじゃない。祭りケツトロが強いと、はい、その中でこいつ空いてたんで、まあ、他の空き台ももうほとんどなかったですし、出たら何でも楽しいけど。激しくなる。ラッキー。激しいわそりゃ。ラッキー。スイカで当たりよったわい。当たりましたね。設定数。いいじゃないの。もうめちゃくちゃ設定数あるっすね。スイカからのビッグ。めちゃめちゃあるっすね。いいじゃん。設定1で 3.4、 6で 9%。 おお、いいじゃんいいじゃん。有利区間に消やした。なるほど。あ、消えた。ボーナス級が有利区間。早い早いな。早いっすね。16秒。レインボーになった。 ART やん。レインボーよ。価値観バトルか。 ART か。いいっすね。よし、息を引き返してる。引き返してるじゃないですか。ここからこ
前ぐらい出てる6。あとは ART いかにぶっ壊せるか、まあ間違いないと思うけど、この伸び方は下じゃない。まああとはやれるかどうか。そうですね、基本出ないかっつったら、私も夢を見てたよ。ああ、360ゲーム。止まれ。はい。なし。
かったね。行きよったわい。あー、次7ゲーム。ここよ。クォーターティミート。ベル。上乗せするときは10とかするもんね。ベル。外れなし。よしよし。やっべる。かあ。80ゲーム。70ゲーム。で、タク当てでクォーツが溜まる。おお、フリーズ。え、なに？ボーナス。ボーナス。なんでベルでフリーズだったんだ。え、ベルフリーズ。ベルフリーズか。ありがとうございます。いいよね、ベルフリー大好きな俺。いいっすね。忍びとか、忍びである。あの、秘宝伝とかね。あよし、はい、乗せていこうよ。まだ硬いもんな。
わー、これだよ。単純ゲームやね、最近。あスイカじゃない？キャンプ。あー、え？マジか。あ、でもいるパターンじゃない。何かの。カノンバトル。ああ、カノンバトルだ。うわー、おー、でかい。まあでも50は50乗ってよかった。よかったっすね。おお、はい、ありがとう。大丈夫よ。うわそうない。多分もう店のメダルがなくなっちゃってて、もう流してますね。あ、だからか。はい、すごいね。いや、すごいっすね。8000枚とかだから何千枚で出てる台もう持ってって流して渡しちゃってますね。あ、星二つは嫌だ。おお、リバイダー。いやいや、これくさえ引けばね、勝てるんだから。いや、頑張れ強肩。ボーナス、ボーナス。とりあえずボーナス。ナイス。ああ、スタート早くね。ああ、もう自殺。やめろその顔。血迷ってますねみたいな顔やめろや。ソフトオンデマンドの169久々にかけた。もうスロット無理や。うん、早く勘で。久しぶりに打ったらなんかめっちゃ恥ずかしいんだけど。なんでやろ。
はい、マレカちゃん。はい、マレカちゃんじゃない。なんかこいつ、なんかこいつやばいやつだ。1976はもうなんでやばいやつばっかり出てくるわけ。あ、やばいやばい。40、50だ。もう6割ぐらい知ってる自分が嫌だ。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。当たってから言え、そういうことは。え、ま、あお。こう見る。もう一回。頼む。ジョーカー名ジョーバジョーバボタンレンドでタッポリほぐせ、タッポリほぐせだろう。あたりジョイ開始。ガチレンダ。音が音音が98なんすね。あーよかった。497回転倒しが49,000反発。からはね、15ラウンドね、10% しかない。あ、マジっすか。薄いとこ。ただこっから。あるよ、おいはちゃん、おいはちゃん、おいはちゃん、お願いします。おおおおおおお。ありがとうございます。次もお願いします。おお、あっさし頑張れ。遅れて、俺の頭も電話みたいやろ。ほら、遅れろ遅れろ。遅れていけ、遅れろ。だめ。
5連でいい、5連じゃ足りんわ。なんで2連しかせんのやこいつ。技術スキルを楽しんだわ。する PT まあ、彼らのケツゾロのグラプラスリートを入れ替えようって、まあ、できるけど伸ばしきらんで、うん、でもそっから立ち向かうソフトンデマンドを一度で、ちょっとブラックラグーンから AO は本当に多分100枚ぐらいしかったっていう。で、マックス1000枚あったけど AO でも減らして、やっぱあれむずいっていう。だけど、あれだったし。けど、なんかもう何もできないかも。どうですか？あんま。勝てる、取れるところを取れば、もう熊坂は番長。C2 っていう全部話に出たのがちゃんと出てるっていうのも一番だし、キズナスレン入れんわ。キズナじゃねえもん。俺が俺を見失った。いや本当そうだって言ったのに、なんかキズナの名してたもん。俺覚えてるもん。珍しく俺念押ししたもん。絶対ブレちゃいかんってね。これあのピューの目になっとったの。そうそうそう。これはっつって。絶対だ、あの木の上立ってたもん。強めのこうしとった。そうだった。もう。これ傷で狙って絶対可能性あるか持ったもん俺。いやもうどこに何があるかもわからなくなってしまったもん。俺がもう氷馬になったもん。見よ氷馬になったもん。いやいや木の上立ってるだけ。バカっつって。肩の傷な。CD からの VOD ですね。 DM2000 でも DMM のこれでいい。 VOD コードオリオンですよ。買ったよ買ったよ。今日使えるかどうかはチェックしてみようか。頼む俺の VOD 今日も使ってくれ。生きてくれ。生き返れ。カギン。